皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は木でした。歴史、浮き輪となりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は「い」でした。霊気、外野となりました。別解もたくさんあるかもしれません。別解が見つかった方はぜひコメント欄にてお待ちしています。3問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はんでした。稟議、ハンコとなりましたね。稟議とは主幹者が案を作って関係者に回し、文書で決裁、承認を得ることです。仕事で稟議書を扱った方も多いのではないでしょうか。なお官庁では起案書ということが多く、企業では稟議書の他に起案書、立案書などということもあるそうですよ。4問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は手でした。ホテル、ソテツとなりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は
りでした。みりん、すりみとなりました。さあどんどんいきますよ。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はすでした。テスト、モスクとなりました。私は未だにテストを受けて答えが分からずに焦る夢を見ます。皆さんもよく見る夢はありますか？7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は B でした。地引か湯引きとなりました。湯引きとは食材を熱湯にさっとくぐらせてから冷却することです。湯引きをする理由は主にその食材の臭みを取ることが目的となります。魚のあら汁や鶏肉などのお吸い物を作る際に湯引きをすると汁が濁らず綺麗な仕上がりになるそうですよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はグでした。マグロ、ヤグラとなりましたよ。この脳トレは知っている単語をあれこれ思い出すことで記憶力の向上につながりますよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はラでした。白髪、嵐となりましたね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はなでした。花火、背中となりました。追加でおまけの問題です。マ
スの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄をお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。